一定以上の経験値がたまるとポーズメニューの能力が、あー、はい、我々して能力強化やってみよう、行ってみよう、やってみよう。追い打ちの極みってある。これ絶対強い。いいね。で、なるほど。これ右のやつは必要な経験値の数ってことだね。はい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 。よし。じゃあもうサブストーリーとかないから、どんどん行こう。あ、これあれじゃない？カラーギャングじゃない？近江連合との構想はなんとか登場感の勝ちで終わったようだな。関西の奴らのやり口が気に食わなかったから正直ほっとしてるぜ。けどよ、登場会も死んじまった五代目の後継者を早く所立てないと、また前みたいに、まあなあ、100億程度で争ってたからな。ね、東日本最大のヤクザ組織が。今回の一件のおかげで、各組の島もめちゃくちゃになってしまったせいで、早速、我先にと取り合いし、マジで？ちょっと真島の兄さんマジで、戻ってもらわないと困るな、これは。そんなこと言ってもな、今の登場会に六代目晴れるような人は、もう舐められてんな、大悟。道島組長の息子の大悟さんはどうだ？そう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 、俺はあの人はやるときはやってくれる。まあまあまあ、まあ、やるときが相当後なんだけどな。大悟さんか、あの人まだ若いからな。子さんの連中が黙って言うこと聞くかどうか。ありがとう、すげえ、桐生さんが思ってた通りの展開になってる。なるほどな。じゃあもう行くか。あれ？あれ、西田じゃない？真島建設の社員の。西田じゃん。あ、桐生のおじき。真島組の西田がどうしたこんなところで。いや、極みではね、お世話になりました。いやー。すいません、ちょっと。ウイルスバスターだ。よし、通ってるね。オッケー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 。よし。いやー、おじきが、柏木の、いや、親父が柏木のおじきに用があって、風向きへ行ったんですけど、親父に先に帰れって言われて、ああ、大事な内容なのかな。でも、本当に先に帰ったから、後で説教なんで、ここで親父を待ってすげえ、真島さんの扱いに慣れてる。そうか。俺も真島の兄さんに用があって、風向きへ会いに行こうとしたところだ。で、真島の兄さんは、まだ柏木さんと？いえ、もう話は終わってると思います。親父、ややこしい話し合いは嫌いですから、もってせいで3、まだ若いな。いや、若いっていうより自由だな。じゃあ、今どこに？多分、屋上で、街を眺めてるんだと思います。親父、ああ見て、ちょっとおせんちな。ああ見えてっていうか、それが本来の真島さんってとこあるけどね。桐生のおじきはまだこの街がいなくなるのが寂しいんですよ、きっと。あ、知ってるんだ。あ、親父のことおせんちなんて言う。まあね、西田は本当にね、真島さんのことを理解してるからね。いやー、僕はね、西田のこと大好きだよ。ああ、わかった。西田、お前も元気でな。おじきもお元気で。ああ。あ、親父、少し、苛立ってるみたいなんで気をつけてください。いけない。そうか、ありがとう。念のため、これ持って行ってください。備えあれば、憂いない。今から、自分とこの、組長とやるとこっていうの、やるところだっていうのに、その敵になんか渡すって、すげえな。ありがとう。ありがとう。コンビニで買ってきたんだけどな。まあいいや、入ろう。で、上上がるのかな？人とかいないよね。いるな。あ、ごめんなさい。すげえ。切り替えが早い。これ下降りて奥のエレベーター行くんだよな。柏木さんとかいないかな？こっから出られないんだね。ジャッジアイズだと出られるんだけどね。まあ特になんかやることないかな。そのまま行こう。チース。おぉ。よし、行こう。行きまーす。屋上に、レッツゴー。あ、いる！真島さんいる。ちょっと待ってね、真島さん。ちょっといろいろ見て回りたいから。ここね、ワンのね、最終決戦みたいな場所だったんですけどね。ここを最初に戦うあたりちょっと熱いよね。熱いっていうか、エモーショナルだよね。つうか、めっちゃいい景色！
これはさすがに実写だろう。実写だろう。え、めっちゃいい景色。インスタ映え、確実だな。な。こっちに見向きもしねえ。へぇー。あ、始まった。あ、キリュウさんわざわざ後ろ行ったんだね。そろそろ、カムロ町から消えるんか、キリュウちゃん。かっこいい。ああ、だからあんたを探していた。あ？どういうことや？俺はな、兄さん。あんたに、大悟を支えてほしいと思ってる。さあ、どう出るか。どう出るんだろう。うわ、めっちゃ機嫌悪そう。鼻赤いな。どういう意味や、キリュウちゃん。言葉のままの意味だ。俺に登場会に戻れ言うんか。ああ、今更俺に何ができる。それにも登場会戻ってもなんも楽しいことあらへん。これから登場会は大悟がつく。だから大悟は組を持っていない。当然直、確かにな。直系に上がるどころか組すら持っていないのにいきなり会長だもんな。確かに、考えれば考えるほど反感買うな、それは。だから俺に真島組率いてあのあんちゃんを守らせようってのか。頼む。登場会一つにするにはどうしてもあんたと真島組の力が必要なんだ。断る。だろうな。真島の兄さん。キリュウちゃん、俺はな、ほんまはただ暴れたいだけやね。それが今となっちゃ真島組の連中の手前、昔みたいに好き放題暴れるわけにもいかん。確かにな、もう時代が時代だしな。それに加えて大悟の重りなんぞ、荷が重すぎる。絶対にお断りや。やっぱりか。何がや。あんたは暴れたい。そうなんだろ。お。この流れは来るか。ああ、そうや。だが今はそれもできない。そうや。だったら今度は思いっきり暴れたらいい。ああ、はぁ、あ、何を言うてるんや。大悟は後目になれば跳ね返る連中もいる。あんたらそいつらを片っ端で、そういう腕っぷしのあれじゃないでしょう、もう時代は。もうなんて言うんだろうね、交渉とかそういうのになってくるんじゃないの？真島さん、そういうの、まあ、苦手ではないと思うけど、好きではないでしょう。あ？何やと？六代目に立つくやつは、組に染めた連中だ。喧嘩する理由もちゃんとあるぜ。キリュウちゃん、俺にドブザライせえちゅうんか。ああ、あんたと真島組の怖さ、見せつけてやってくれ。どうした？大悟の面倒見ろとは言わない。あんたが暴れれば暴れるほど、登場会は一枚岩になる。どう出る？マジこの人読めないからな。怒ってそう。おお！マジだ！真島だけに。もう、わかってるやろな。来た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 。俺は強いやつが好きや。俺に命令できんのは強いやつだけや。おお。ああ。俺を登場会に戻したかったら、俺に勝ってから命令せえや。やっぱりそう来たか。さあ始めようか、キリュウちゃん。キリュウちゃん。最初から脱ぐ。いいね。盛り上がってきた。こうやって向かい合うのも久々やな。ワン、ワン、ツーでも。せやけど。あ、やったね。手加減はなしやで。ああ。行くで。ドスは持たないんだ。ほわー、もう、目よ。目。おい、ちょっとふざけてるんじゃねえぞ。めちゃめちゃふざけてんじゃねえか、お前。おい、おい、おい。よいしょ。うわ、すごい。なんか素手した。よいしょ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 。いい感じ。よいしょ。うーん、そんなわけねえだろうが、おいおい。よし、いい感じ。あー、なんか、拉致あかねえな。よいしょ。で、これで、あー、これここの場で飲めないんだ。
はい、使用します。で、よし、おら、よっと、いいね、よし。いやー、ガードがちょっとしつこいな。よし、うわ、早い。いや、離せ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 、ちょっと、いや、危ない危ない、よし、今だ今だ今だ、ちょっと本気出してきたな。よしよしよし、ドラゴンボールみたいになってる。あ、うわ、離せ離せ、あるな、おさすがマジマの兄さんだ。いいいいいいよ、おい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 、よいしょ、ちょっとだいぶ地道だな。ダウン、よいしょ、よしははめ、あ、なんか来た、急、あれかボタンのやつか、なんだ。強敵との戦いで勝機を見出すと超追い打ちの極みを繰り出すことができます。ヒートゲージが溜まっている場合では制限時間内には明らかにスーパーサイヤ人のあれじゃん。おーりゃーで、これしかできないか今。おーし、どんなんだ、うわ、痛い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 、血出てる、歯折れたでしょ、うわっ。あー、まあまあまだ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 生きてんじゃねえか、おい、痛い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 、うい、よっしゃー、強かった。倒されはしなかったけど、倒しもできなかった。やっぱり、キレちゃんは、ごっついの。なんとか枯れたね。いや、ダンサースタイルとかまだなくてよかったわ。これでほんまにお別れやな。寂しくなるな。ああ、寂しくなるな、キリュウちゃん。制服かぶっちゃった。ダイゴのことを頼んだ。ああ、ただ一つ気がかりなことがある。何？なんだ？近江連合かな。もし六代目がおかしな方向に進んでも俺には止めることはできへんで。確かにそういうとこ結構忠実なんだよね。大吾、いや、六代目はあんたと同じで人を信じやすいところがある。ああ、まあ、変な連中に利用されなきゃいいんやが。まあ、郷田龍二にも騙されたしな。大吾はそんなバカな男じゃない。いや、結構バカだよ。そろそろ俺は行く。ああ、登場会のこと頼んだぞ。いやー、なんかすげえエモい。うわ、寂しそうな顔しやがって。えらいこと引き受けてしもうたな。なあ、しゃあない、マジマゴロ一応やってるやないか。かっこいいぜ。はあ、めんどくさ。せやけど、キリュウちゃんとの約束やし、しゃあないな。めちゃめちゃ嫌そう。でもちゃんとやってくれそう。うわ、ここで終わりか。ああ、あんな頼もしい人いる？もうこれ、これ以降出てこないみたいなことないよね。新規セーブしようと。いやー、楽しかった。じゃあ今日はここで終わりましょう。バイバイ。